ウィスパー出るまで買いましょう。はい、レオンチャンネルです。12月12日に発売した妖怪メダルバスターズ第4幕をとりあえず5パック開封しましたけれども、今回の第4幕には僕の一番好きな妖怪のウィスパーが初メダル化でラインナップされてますから、前回の動画の宣言通りウィスパーの妖怪メダルが出るまで第4幕を買い続けます。とりあえず12パック入りのワンボックスを買ってきましたので、全部一気に開封します。それではじゃんじゃん開けましょう。まずは1パック目いきます。せーのーをチェックしてドン。まずは認めんダブリかな、さらにドン、あーカブリロイドダブりました。2パック目せーのーよっと、あーノガッパ、さらにドン、ん、あー、ダブりますね。締めっぽいな。はい、3パック目。せーのーよ。運外三面鏡を持ってない。さらに、ドン。お、うん、あー、ロボニャン3000。前回僕が5パック買った、同じアソートのボックスとか、ありえますかね。3パック開けましたので、4パック目。締めっぽいな。さらに、ドン。やばい。歌舞伎ロイド。はい、5パック目。出して、せーのー、お、ドン、うん、もずく先生、さらにドン、あー、ぬらりひょん、やばい、やばい、やっぱり前回の出方と一緒だ。ということは、浦島にゃんとか出たら、ほんともろだぶり、うわー、大丈夫かな。6パック目、チェックして、せーのー、ドン、運外三面鏡、さらにドン、ブリ元帥。ウィスパー、ウィスパーも出ないし、エンペラーモードも出ないし、7パック目いきます。せーのー、おー、ドン！うわー！やったー！ウィスパー！やったー！出たー！ウィスパー！もうこのボックスは出ないと思ってました。ウィスパー来ました、降臨。さらに、ドン！お！赤丸かわいい。ボックス買い終了しました。はい、このように、ホロのウィスパーが入ってました。ただ、普通の顔じゃなくて、落下してて、泣き顔なのかな？そして、何気に赤丸も、かわいいの入ってましたね。もう何でも OK。はい、せーの、ドン！これは、もずく先生。さらに、ドン！認めん。9パック目。ウサピョン、エンペラーモード来い。ホロがすごい被ってて、意外と揃ってないですよね。あ、虹色に輝くグレート妖怪メダルがありますね。闇キュービとウサピョン、エンペラーモード。それが見てみたい。うん、お、これはグレートじゃない。ボスメダルの白駒。さらに、ドン。もずく先生すごい出ますね。では、10パック目出して、せーのーを、ドン。おー、来た！グレート妖怪メダル。こんな感じなんですね。すご。さらに、締めっぽいな。はい、このような絵柄になってて、虹色に光るんじゃなくって、闇キュービの絵自体がレインボーなんですね。おー、なるほど。もう、結構ホロ出ましたから、出ないかな？せーのー、ドン！裏返して、ドン！認めん！さらに、ドン！おーっと、白駒。ダブりました。はい、では今回最後12パック目。いきます。今度こそちゃんとチェックして、せーのー、ドン！おー、普通！やった、ケータくん。さらに、ドン！サンタクロー氏。では出たメダルを確認しましょう。ノーマルは18枚。ブリーゲンスイ、サンタクロー氏、普通、ノガッパ、赤丸、そして、カブキロイド。これが2枚出て、運外三面鏡。これも2枚出ました。さらに、もずく先生。これが1、2、3枚出て、さらに、認め。前回も出ましたが、これも3枚出ました。そして、締めっぽいな。これも、前回出ましたけど、今回3枚出ました。ほんと多めに出ますね。とりあえず、この辺の主役クラスが出てよかったですね。ちなみに、フーツーは、ケータくんが妖怪になった姿で、普通ですから、フーツーですね。
では6枚のホロも確認しましょう。まずは白コマ、これがボス妖怪メダルで2枚出ました。さらにロボニャン3000、これもダブリですね。そしてヌラリヒョン、これもまさかのダブリ。そしてグレート妖怪メダルの闇キュービですね。絵が虹色に輝いててちゃんとホロも光ってます。そして今回一番欲しかった来ました、ウィスパー。この一点狙いだったので本当に出てよかったです。ウィスパーやっとメダル化ですね。今回は新しく9種類の妖怪メダルをゲットしましたので全部一気に召喚します。俺の友達出てこい、ウィスパー。妖怪メダルセットオン。おー、結構長ゼリフ入ってますね。さすがウィスパー。ウィスパー、イラメーター。やれ。ちょっと、ちゃんと取り付いてくださいよ。これはいい妖怪メダルですね。闇キュービー。おー、新召喚音声来た。マジンガー Z とかそっち系のサウンドになってましたね。闇キュービ。もう一回。白コマ。白コマ。赤丸。赤丸。普通。普通。ブリー元帥。サンタクロー氏。モズク先生。モズク先生。雲外三面鏡。雲外三面鏡。はい、ということでウィスパー出るまで買いましょうのバスターズ第4幕の開封はとりあえずワンボックスを開けてウィスパーの妖怪メダル出ましたね。これでいつの間にか全20種類中18枚まで揃ってましたね。ウサピョンのエンペラーモードのグレート妖怪メダルは気になりますからもう1回ぐらいは買ってきます。以上、妖怪ウォッチ妖怪メダルバスターズ第4幕ウィスパー出るまで買いましょうの動画でした。